こんにちは、さっさんです。いちごの季節がついにやってきました。第1弾は横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ2階シーウィンドさんでやっているスイーツパレードストロベリーでございます。行ってきたので、その時の様子をお届けしたいと思います。まず第1陣ね、ちょっと軽くいくつか頼んでみました。はい、ではいただきます。飲み物はスパークリングワインにしたんですけど、他にワインの赤白とか、あとはソフトドリンクねはフリーになるので、好きなものをいただいてくることができます。で、最初の一発目はイチゴとピスタチオのパフェです。今食べてるのはホワイトチョコのスティックみたいなやつ、先っぽに金箔がくっついていました。豪華ですよね。で、この一番上は、生クリームと、ピスタチオのソースでした。美味しかったです。あとはもうつぶつぶのね、小粒系のいちごがすっごいたくさん入ってて、ほとんどいちごなの、これクリームと。で、中にいちごソースがあって、もうあっという間に食べ終わっちゃいました。このパフェは本当に最高だった。で、いちごとベリーのクッキーシュー、これと、あともう一個下にあるミルクレープはね、店員さんのおすすめだったんですよね。で、一口でいっちゃってますけど、これはもういちごいちごし、上がサクサクしたクッキーシューで、下に板チョコみたいな薄い板チョコが入ってて、なんかそのパリッとした食感も美味しかったです。いちごのミルクレープ、見た目が可愛いですね。ピンクと黄色でね。で、これはミルクレープのソースが、チーズソースといちごのクリームみたいので挟まっていて、すごくチーズ味があって美味しかったです。さすがおすすめって感じでした。で、これは私の独断で頼んだいちごのショートケーキ。やっぱりいちごといえばショートケーキなんですよね。なんか昔はチーズケーキ派だったんだけど、私ショートケーキ派にいつの間にかなってたみたい。本当に見ると頼んじゃうんですけど、このショートケーキもね、スポンジが私の大好きなタイプのしっとりで、甘さ控えめのクリームがとっても美味しかったです。いちごが結構厚めにしっかりした大きいスライスいちごが入っているので、フォークだとちょっと切れなくてナイフで切りました。そして、今回ね、フルーツの盛り合わせはなくって、フレッシュいちご5粒っていうのがありましたので、このフレッシュいちご食べながら、お酒飲みながら次のプレートを待ちたいと思います。小粒で爽やかな甘みなので、スパークリングには合いました。そしてシーウィンドさんといえばサラダですね。すごく美味しいんですよ、毎回。で、今回はシーフードってことで、エビとイカとかが入ってたんですけど、どっちもまあプリプリだったり柔らかかったりとかして美味しかったです。ドレッシングもすごいいいし、何よりいつもね、野菜がハリハリなのよ。それがいい。たけのこご飯、これもスタッフさんがおすすめしてくれていて、早めに頼んだんですけど、間違いなく美味しかったですね。なんといってもほんのりしたこのお出汁の効いたね、炊き込みご飯が最高です。と違いのお味噌汁、これはホタテですって言ってる人がいたな、スタッフさんが。だからホタテなんでしょうね。これもお出汁効いてて美味しくって、この和食で急にね来るんですけど、とってもねほっこりして美味しかったです。やっぱり私お米も大好きだからさ、小麦も好きだけど、なんかお米も小麦も楽しめるビュッフェって最高ですね。で、いちごデニッシュです。シーウィンドさんは毎回そのスイーツメニューの中にパンの種類があるんですけど、今回はデニッシュでした。ディプロマットクリームっていうカスタードとホイップクリームの混ざったやつみたいなやつの上にいちごが乗っていて、でサクサクのデニッシュで美味しかったです。そして12種プレートついに頼みました。あとパフェも一緒に頼んでしまいました。これさっきちゃんと説明できてたかわかんないんですけど、ピスタチオのソースと、あとこの、トロトロの生クリーム、そしてバニラアイスが入っていて、であとはもうね、いちごだらけなの。いちごとこれちょっと汚いんですけどごめんなさいね、小粒のいちごがめっちゃ入っていて、あとは下の方にソース、ベリーソースみたいなのが入ってます。なんでもう存分に楽しめて最高でした。あとね、なんかミルフィーユ倒しちゃったとかって1個余分にくれたので、そのお皿を使って商品紹介します。いちごのレアチーズムースです。これもね、真ん中にピスタチオのムースが入っていて、レアチーズムース、チーズ味はちょっと控えめだったかな。でもあっさりしていて美味しかったです。いちごのロールケーキはお味はね、シンプルにロールケーキです。ちょっとお隣にあったスイーツの赤いのがくっついちゃってるんですけど、見た目がとっても可愛くって、なんかテンションが上がる一品だなと思いました。ミルフィーユいただきました。見た目可愛いですよね。なんかツリーみたいになってて可愛いんです。でカットしていただきました。下がカスタードソースで、上が多分ホイップクリームとホワイトチョコなのかな、ちょっと固めのクリームで美味しかったです。はい。ベリーのホワイトオペラ、これも見た目が可愛くてちょっと指で触っちゃって失礼しちゃうんですけど、見た目お見せしたかったんです。で、ホワイトオペラってなんかね、ホワイトチョコのケーキでした。真ん中に結構固めのホワイトチョコソースっていうかガナッシュっていうのかなが入っていて美味しくいただきました。で、いちごのタルト、これもね可愛いよね。このさ、チョコレートの色が入ると急にさ、なんかこう大人っぽく感じますよね。下は見た目の通りです。チョコとイチゴのタルトでございました。そしてベニーヌいちごティラミスです。これがね意外とちょっと想像のはるか上を超える美味しさだった。見た目もすごい可愛いんですけど、多分マスカルポーネなのかな、なんかチーズ味がすごい強くて、で私の大好きなちょっと固めタイプのティラミスだったんですよね。一気にテンションが上がりました。そしてベリーヌチョコ&ベリー、これも見た目このピンクのねいちごクリームがすごく美味しいんですけど、チョコソースもねかなりビターめで私好みでした。で、中にあるいちごソースも甘ったるくなくてね大好きなお味でした。今回のさっぱり要因でこのジュレがやってきました。いちごのパンナコッタとノンアルコールシャンパンジュレってことで、かなりあっさり系です。シャンパンなのでぶどう味もあったかな。ベリーヌピスタチオムース&ベリー、このスイーツがね今回のビュッフェの中で一番ピスタチオ臭が強いやつでしたね。だからピスタチオ好きさんにはおすすめかもしれないです。あとは、2個目になるリピートの商品ですね。ここにプレート乗ってるのはスタッフさんがねすごい気さくな方で、あなたのおすすめ教えてって言って教えてもらったものは全部大当たりだったので、本当にね私よく聞いた自分と思いました。ちなみにこちらはビュッフェ台に自分で取りに行くのではなく、モバイルオーダーで、頼んだものを店員さんが持ってきてくださるので、携帯の充電、スマホの充電をお忘れなく、充電足りないとヒヤヒヤしちゃうからね、しっかり充電していってくださいね。はい。あとね、なんだろう、QR コード読むので、QR コードの読むアプリを必ず入れといてください。はい。で、まだオーダーしてなかったお食事のメニュー食べていきたいと思います。ビーフシチューです。これ以前もね、なんかいつだったっけな、9月ぐらいに来た時にも食べたんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。ビーフシチュー、お肉がホロホロで最高です。これを初めてお会いしましたピザです。熱々の持ってきてくれて、チーズが伸びてます。サラミとかベーコンみたいなのも乗っててね、結構食べ出があるので、このピザ普通に美味しいんだよな。うん。で、生地をビーフシチューとコラボさせて食べると、もうほんと最高ですね。ホロホロのお肉とかを食べながら、いやこのビーフシチューもねリピしとけばよかったかな。さっき食べて衝撃的だったいちごティラミスもリピします。結構クリームチーズも入ってたんじゃないかなと思う。このもったりしたね濃厚でねお高級な感じのチーズ味が本当に美味しかったです。そして感動したたけのこご飯もリピしています。今回は、8時半のラストオーダーなんですけど、結構ギリギリまでしっかりオーダーしていただいちゃいました。はい。で、今回の締め、いちごとピスタチオのパフェと、フレッシュいちご5粒で締めくくりたいと思います。今回、このビュッフェの全品を、いただいて動画にしてはいるんですけれども、12種プレートでグラススイーツとケーキは全部もらっていきます。で、それ以外にパフェとかフルーツとかパンとかあるんですけど、12種で一気に頼んでもいいし、好きなもの好きなだけ選ぶっていうこともできるので、オーダーの仕方もね様々なってところがいいですよね。で、今回の個人的ベスト3は記載の通りです。とにかくパフェが美味しすぎます。いちごは4月の終わりぐらいまで木曜金曜の夕方からやっていますので、興味ある方はチェックしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。